サテライト校とは、学校の本校舎から地理的に遠く離れた場所に設置され、授業を行う校舎である。本記事では、2011年3月11日に、発生した東日本大震災によって引き起こされた、福島第一原子力発電所事故により、避難区域に指定された場所に所在するため設置された、高等学校のサテライト校について記述する、を参照のこと。 福島第一原子力発電所事故により、避難区域に指定された場所にある高等学校が他校や公共施設を曲がりして設置し、授業を行っている校舎で宿泊施設を併設しているところも存在する。2011年度は以下の各校がサテライト校を設置した。2012年度のサテライト校は2011年度との変化が見られ、福島県立原町高等学校、 福島県立相馬農業高等学校は、所在地が警戒区域でなくなったためサテライト校から元の場所に復帰。福島県立双葉高等学校、福島県立富岡高等学校、福島県立双葉消費高等学校は、岩き明星大学の施設を曲がりして、サテライト校とする予定。サテライト校として運営している高校も2012年度の、 入学試験を実施したが、多くは、例年と比べて志願者が大幅に減少して、定員はアレとなっている。2014年は、双葉高校、双葉商洋高校、富岡高校は、岩木明城大学、浪江高校は、福島県立元宮高等学校、浪江高校津島校は、福島県立和立高等学校、相馬農業高校飯戸校は、福島県立、 福島秋成高等学校、小高商業高校は、福島県立原町高等学校、小高工業高校は、南相馬市サッカー場、富岡高校国際スポーツ科は、福島県立福島北高等学校、福島県立稲脇城高等学校、静岡県立三島町寮高等学校に曲がりして、授業を実施2015年4月1日より、 福島県立双葉未来学園高等学校の開校に伴い、双葉郡のサテライト候補校は募集停止した。2017年4月、小高商業と小高工業の統合により、福島県立小高産業技術高等学校が発足した。2020年3月、相馬農業高等学校飯舘校が休校したことにより、高校のサテライト校はすべてなくなった。 2015年現在の高校以外の現在も避難中の学校の状況を以下に示す。ありがとうございます。